今回は、ホラーゲームやっていきます。視聴者さんからホラーゲームをいっぱい投稿してほしいというコメントがたくさん届いているということで、まあ、やっていきましょうと。なんかね、少人数なんですよ、ホラーゲームって。当たり前だけど、で、少人数ってなると大体撮影の後半になるんですよ。前半部分で人が多い、人がたくさん来る撮影やって、後半に人が来ないってなるともう後回しになってさ、ホラーゲー撮る機会があんまりないっていうね、話なのですが、何しらすくん、どうした？シャープシャープ率が高い。終わってるって？多分普通のチャットなんだろうけど、もうずっとシャープシャープなんですよ。めちゃくちゃ規制されるね、しらすくんね。はい。まあ、そんな中、やるマップはこちら。クレイジーワールド。ホラー、ユーモア、RPG の側面を組み合わせています。マルチユニバースのツアー中、何かがひどく、間違って行き詰まっています。マルチユニバースを旅して戦い、生き残り、家に帰ろうとしてください。ということで、こちら、流血、暴力、恐怖、非常に怖いということになっていますので、やっていきたいかなと思います。俺、レアちゃん、シラス、のっちゃん、たぬきしの5人でやっていきましょうか。こちらで皆さん、チケットを購入します。チケットを購入して、今から旅行をしていくという形なので、私めが購入していきますね。さあ、チケット購入した。なんかさ、右側見たことあるやついない？動画班、見える？右側今。あれってなんか今いたよね。うん、なんかいたよね。なんか VR ってこちゃーって、うん、そう、 TKRB いたよね今の。絶対ね、ロブロックスと VR チャットをつなげるってことか。申し訳ないんですけど、英語翻訳はありません。はい、日本語訳がないので、なんて言ってるかわかりません。レアちゃんわかる？なんて言ってるか。文が見えない。そう、文ないんですよ、レアちゃん今回。多分チケット代を今払ったみたいな感じですね。じゃあ動画はちょっと俺先頭で行くよ。ユニバース猫。この宇宙では猫が世界を支配している。この宇宙ではネズミが人間にとって変わっている。ああ、いろんなワールドによって支配しているものが違うみたいですね。これ。これは全てがピクセル化されていますっていう。これは生命がバブル。全員が泡となっていると。ゴキブリあるってどういうこと？ゴキブリある。何言ってんの？ゴキブリ？テラフォーマー火星ね。さあ行きましょうか。こちらです。ここで待てだって。もう進んでいいのかな？あ、乗れる乗れる、乗ろうぜ。はい。さあ、皆さん、旅行していこう動画。楽しい楽しい旅行の時間です。レッツゴー。なんて言ってるかはわかりません。出発！ね、稲妻イレブンゴーみたいな感じだよね。時空を超えていくみたいな。まあ、宇宙旅行みたいなイメージで大丈夫です、皆さん。夏いね、稲イレゴー。タイムジャーブだっけ、忘れたけど。ユニバース。ユニバース家具？どういうこと？宇宙の家具。さあ、皆さん着きましたんで、最初の世界へようこそ。あ、これはさ、見てよ。家具と人間が逆になってる。つまり、家具が支配している世界なんだ。だから人間が家具のようになってるんだ。そう、椅子人間とかになってる。はい、ここのエリアを探索しろと。いうことで、じゃあ行きますか。テレビは家具のままだろうか。確かにね。あ、なに、なんて言った今。お前なんか逃げろみたいなこと言わんかった今。一瞬動いたね。バレたら殺されるんだ。僕まだ生きてるんだーって言ってた？マジか。え、ちょ、レアちゃん行ってみて、ここ。入ってみて。入れる？入れないね。タンス、じゃあこっちか。お、びっくりした。なに、あ、ほら、人間が、机になり、ピザを食べているというわけですね。冷蔵庫が生きていますよ。パラレルワールドっていうのかな？別の宇宙の中ではさ、こういう世界もあるかもしんないもんね、実際ね。ここら、ここや、ここや。行くよ。ワイヤーイズノットコネクト。ワイヤーが繋がってないだって。確かにほら、ここ、繋がってないから探していかないといけない。あ、びっくりした！びっくりした！あ、びっくりした！You aren't なんちゃらつってる。何？歩くべき存在じゃないんだよ。そうだよね。だってみんな、ほら、人間は家具になってるわけですから。はい。青い鍵を見つけるっていうミッションが出てきましたね。やっぱレアちゃん連れてきてよかったな。翻訳できるじゃんね。神を助けてください。青い鍵を見つけてくれ。多分ここに誰かいるんだな。じゃあ、青い鍵探そうみんな。これか？取った。多分青い鍵取れたから、ここで、あ、違う。え、これ青い鍵じゃないの今の。わかったわかった。多分ここで繋がったんだ、ほら。ワイヤーが繋がったから、行くよ。ん？
あと2つのバッテリーが必要だって。見つけたら拾う前に教えて。バッテリー見つけろだって。暗くて見えないね。エリアが違うんじゃね。探してみよっか。もうちょっと行けてないエリアがまだたくさんあるので、多分こっち側だろうね。こっち方面行けてないよまだ。ほら、あるあるある、バッテリー1個目。はい、ロケットについているのと、多分こっちだな。お、ファンクション。え、怖っ。そうか、タヌキチホラー NG だったね。お前よく今回参加してくれたね。タヌキチ VC つけて喋っていいんだよ。聞きたいよね、タヌキチがえってなってるやつ。え、タヌキチどう、怖い。うん、オッケー。いや、やばかったけどな、さっきのテレビ。あれは全員ビビるよ、タヌキチ戦闘で。とりあえず今バッテリー見つけたから、タヌキチうん、あっちですよ。え、どれ、これ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 、いいよ、やって。はいはい、動いた。こっちじゃない？すげえ見てるよテレビ。ほら。あ、開いてる。開いてる？行こっか。何これ？ノコギリに人形みたいな打ち付けられてるみたいな。なんかある？鍵ある。あ、青い鍵。びっちょ。いやいや、今のはちゃうや。いやいやいや、急に来たらびっくりする。あ、ビビった。これ行こう。ほらほらほら。あ、寝坊した。なんて言ってる？多分これ人間の生き残り。エスケープっつったから逃げろだと思う。逃げる？うん、こっちから逃げろって言ってるんだと思うね、レアチね、多分ね。行こう、タヌキチ戦闘で行こう。なんかいる、下、下の下いる。これ多分生き残りだ、生き残り、人間の生き残り。はいはい、来た。さあ今のところね、まあ、タヌキチぐらいしかビビってないですよ。まあまあ、これオービーだ、オービー、オービー、オービー。これ、これいけるよタヌキチ、ホラー関係なく簡単よこれは。大丈夫、大丈夫、レアちゃん知らない？はい、行こう。大丈夫か、レアちゃん知らないか？あ、来た！捕まった。赤に当たっちゃったのかな？多分。あ、これ赤に当たっちゃダメ。よし、行こう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 。こういうことね。行くしょ。え？ね、いい音楽だね。ほえじゃねえか、リリチオって。じゃあ、レアちゃんも喋るか？じゃあ。これ何？何これ？ほら、上たるくし、ほら。え、どれどれ？上上、ほら人形が、ほらめっちゃいろんな人形が。あぶら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 。タヌキチいないよあなた今俺の近くに。ま、単独行動してんじゃない？死んだ。死んだか。待って、あ、タヌキチ赤い鍵見つけた。開いた。久々にタヌキチの声聞いた。そもそもお前元気やったんやな、お前な。元気元気。ああ、よかったよかった、行きましょう。タヌキチさんまだあれだよ、これ最初のワールドって言ってたよ。いろんなワールドを回っていく、旅行していく。死んだわ。あ、え、これどこだ？これさ、上登れる？あ、ロープで行けるか。よし、行くぞ行くぞ、戻るぞ。タヌキチ、赤部屋だからそこだよ。行ってみな。どう？いや、大丈夫やな。確かに何もいないね。あ、ヒューマンナチュラル。人間の骨を集めて人間を作ってるんだ。ほら。自然な人間なんだっていう。だから、いい、捕まったらタヌキチガッて捕まえられて、焼かれて、骨だけにされて、こういう感じになるんだよ、パースの一部に。俺ら5人がこうされるんだよ。暗いよ、こっから。あ、びっくりした。確かに、さっき下にいた人いなくなってる。確かにね、あ、待って、あ、さっきの人、あ、あ、やばい。うわー、人間が運ばれてるよ。ほら、人間ちょ、うわー、人間調理場。まずは背骨を折っていきます。やば、すごい、行かれてんな、ここやばい。あ、やば、伸ばされた。いや、これやば、何してんのこれ、やば。骨が延長されてるね、骨延長みたいなことしてるんだ。多分相当痛いはずで、これ。戻って、だって。なんで腹だけ伸び、細かいこと言うなってだから。なんかレアチがなんか見つけたらしい。ほい、来た！うわぁ！え、じゃ、何？え、なんかす、え、なになに？催涙スプレー、催涙スプレー。バイバイって、あ！捕まったじゃんか、レアチ。TPS に戻ったよ。え、なになに？急に？急に？急に？え、急に？え、いきなり？え、なに、なで急に。行くぞ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 
いきなり始まったってみんな。何してんねんレアチ。確かに潰れるな、潰されるな。いてて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 、死ぬ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 。避ける避ける。いきなりオービー始まったってみんな。どっちがいいか待とう、どっちがいいか待とう。これホラーゲーじゃないよね、これホラーゲーじゃねえよ、もうアクションゲームだよな。え、びっくりした。なに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 。60秒って書いてる。あ、待って、これ60秒以内に上、こっち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 、みんなオービーオービーオービー、そっちそっち、合ってる合ってる合ってる。よし逃げるぞ。よし、もうここはね、タルキシね、全員生存よな、もちろんもちろんなあ。え、なん大丈夫か。おい、タルキシ。あ、いけたんだ、いけたんだ、一人がいけたから。Find a way out of this disturbed place。 こっから逃げ出す方法を見つけるみたいな感じなのかな、ねえの多分。じゃあこっちから行こっか。これ多分落ちたら終わりだよ、落ちないようにね。どこ見てなかった、危ない。タルキシ、お前危ねえぞ、お前普通に。ちゃんと見ろって前。はいはいはい、頑張れ、いいよ。え、なんで、え、タヌキシ、タヌキ、お前登るだけやねえか、お前この木のとこ。おい、お前これホラーゲー嫌いかけなく、お前ただ単に下手なだけじゃねえか、お前。タヌキ、あれは蘇生は蘇生。3つハートあって1つ減ったよ。あ、ってことは3回まで復活可能なんじゃね、これって、うん、見てる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 。おい、さっきのやつ見とるて。よし、みんな行こう。3回まで死ねるのはありがたいね。ここ降りるか、降りるよ。はい、これさ、みんな降りよう降りよう降りよう。え、でっか、でかいね。俺らがなんかちっちゃくなってるみたいな、なんかリトルナイトメアみたいな雰囲気なんですかね。あっ、びっくりした。ボスだ、ボス。これボス戦、ボス戦だね、騎士。オッケーオッケー、行くぞ行くぞ、これは。うん、見られてるね。ほら、家具がなんか話してるんすよ、我々のことを。ほら、絶対ボス戦だこれ。オーブンヒートブラストを使ってドレッサーを叩けだって。オーブンヒートブラスターっていう武器が多分あるんじゃないのか、どっかに。まあ、とりあえず一体避けよう避けよう避けよう。これを排除するらしいです皆さん。避けろ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 。混乱してる混乱してる。ナイスー。わかった、このオーブンヒートをわざとこの木に当たるようにするんだ、うまく誘導して。オッケーオッケーオッケー。多分これ3回当てればいいよ。他のメンバーも行くぞ。ジャンプ、オッケーオッケー。オーブンヒートはさ、こっち向けろこっち向けろこっち向けろ、こっちこっちこっち、避けろ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 、痛い、当たってる。ナイスナイスナイス、いいよ。待って、俺死にそう普通に。さあ、ラスト1回ラスト1回、倒すよ倒すよ倒すよ、まず1体目。あれ、木は上上、いてて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 て、いいよいいよ。チャンス、よし、向けろ向けろ、こっちに持ってこい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 。あー、やばい、無理だった無理だった。なんか今俺にヘイトが向いてて、俺の方に打っちゃってるね。やってんな、ハゲ。誰がハゲよ、お前、こら、お前。誰がハゲよ、お前、しれっと、お前。つい、よし、みんな集まれ、集まれ、集まれ、家具のとこ。来るぞ、来るぞ、来るぞ。ねさみんな、なんか腕とか取れるよ、これ。なにこれ。ほら、ドレッサーのパーツを使って、多分これ、中に入れろみたいな感じじゃない？パカって開いてる時に入れればいいんじゃない？ドレッサーの服を使って、オーブンサイドを中のものに使用してくれだって。よけ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 よ。入れれるんじゃね？入れよ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 、入れれる。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。なんか出てきたよ。上打ってる上打ってる上打ってる。死んだライフ1個減らされたって。え、このゲームむずいぞ普通に。いいぞいいぞ、よけよけよけよ。お、ここ、お、来るぞ来るぞ来るぞ。しらすよけろしらすよけろ、入れろしらす、パーツ入れる、中にいる。そうそう、入れる入れる入れる。ポイ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 。オッケーで、逃げろ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 、よける、はい、よける、オッケー。誰かやられた、多分レアちゃんかな、レアちゃん。一回やられても問題ない問題ない問題ない。よし、入れろ入れろ、ナイスナイスナイス。このタイミングここに入れるんだな。ほら、のっちゃんとしらすも死にかけ。いや、これむずいぞこれ。初見でノーミス結構無理ならいいんだよな。これまだ入れないんじゃね、入れない。緑のやつが出たらやるんだ。よし、オッケー。誰かやられた、入れるよ。オッケー、入れた入れた、やった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 。ナイスバラバラ。よし、この奇妙な場所からは脱出することができたらって。え、何、あ、来た、バスだバス。ヤッホーって、次のとこ行こうだって。今のとこタヌキシできてるね普通にね。余裕やなこれ、いないいれやんって。もういいよ、いないいれ言うな、そんな何回も何回も。怖くないぞこれ、
次ユニバースクエスチョン、2つ目のワールド行きましょう。おもれえな、このゲーム。こういう系のゲームおもれえな。ストーリーホラーみたいな久々だからな。あ、待って、え4人、ほら、あのバスが墜落した。いない連合がやられ、待って、うわロボットやられちゃった。そう、ミキシトランスできないよ。なんで痛みを感じるように僕はプログラムされちゃったんだろう。痛いよ、やられたわ。ほら死んだ。ああ、仲間を一人失ったね。うん、でロボットアーム手に入れた。装備できるんだって。ほら、え、ダメージ2つくらしいよ、ロボットアーム。ほら、新しい武器。最初のアニメーション中に再びクリックすると2回あのダブルかける2倍の攻撃ができるんだって。こっからは多分ボスバトルだぞ。多分敵が出てくる。敵プレスシフト、シフトを押したら走れるだって。ほらスタミナが出てきた。ついにコントロールでシフトロックっつってる。シフトロックやった方がいい。あ、え、ビーン、ミスタービーンの生まれ変わりじゃん。ビーンやーってミスタービーン、ビーン、ビーン、ミスタービーン本人だ。おい、ビーンの芝じゃねえかよ。おい、俺ら今からビーンだ。ビーンやれ。おい、ビーン殺せ、ビーン殺せ、早くね。ビーンやるぞ、ビーンやるぞ。やれやれやれ、ナイス。ビーンのふるさとですね。まあ、多分トーニーは多分寝てるんだろうけど、ここがビーンの島だったのか。さ、進んでいこう。じゃあ待って、こっちから行こう。明らか敵いるよ。多分これ敵やと思う。倒せるんかな。敵敵敵、よし、やるぞ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 。多分倒したら永遠のエッセンスっていうアイテムが手に入るから、多分これ集めんといかんのやろうな。ほら、ヒーリングフォースで回復。オッケー、いいよ。ヒーリングオーブか。こっちいいか。明らかやばそうな敵いない？これ中ボスって、え、これ戦わん方がいい？なんかやばそう。なんかやばそうじゃない？どうする、戦う？これやろうやろうやろう、もうやるしかないやるしかない。やった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 。そう、Bの親か、これが。よし、行くぞ行くぞ。よし、当てた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 。全然減らんぞこれ、はい、実質中ボスだ。待って、弱いやつからやる、弱いやつ。よし、いいよいいよ。これ宝箱みたいなやつだな。痛い、やった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 。よし、やった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 。で、ラストこれなんかバグってる。こいつバグってるから、バグってるから。動きすごい。よしよし、バグってるバグってるバグってる。チャンス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 、オッケー。あ、俺さ、ヒーリングオーブ1個あるわ。爆発した50回復の能力を与える。いいね。やばいの来た。これ使える。え、何？何？死神みたいなやついる。やるぞやるぞ。弱っ。弱っ。うん。ヒールミーっていけるんかな？ちょっと使ってみていい？あ、自分だけだ。こっちショップ売ってるよ、ショップ。ショップあんじゃん。武器をアップグレード。あ、これさ、リッキーラット形式なのであれば、これ、あとで別の武器手に入るっす、多分これ。永遠のエッセンス取る。下手に今、やらない方がいいかも。別武器をレベルアップした方がいい可能性もある。から、まあ、一旦俺温存でいこうかな。倒せるし。じゃあ、その目の前のやつやろうぜ。とりあえずもう敵は殲滅する方向でいこう。S。みんなどこ？え？え、どこ行った？レアチー？で、この奥多分エッセンスだから拾いに行こう。多分これエリア見逃すと武器とかが手に入らない可能性あるから、ちゃんと見ていった方がいいよ。ほら、開ける開ける。ほら、鳩のペックだって。鳩のペックさ、あれだよ、一弱くない？ロボットアームの方が強いよね。ノックバック50でダメージ2だよ。どう考えても介護官だよね。どっち行く？次こっち行こっか。ほら、この恐竜のなんていうの、骨の近くというかね、こっち側なんかあるかもしんない。ナオくんの王冠もありますよ。ナオくんも多分ここでやられてる。ナオくん、あれ、なんか見たことあるね、コールな。これやばいねー。キモ、キモすぎやろこれ。よし、みんなでやろう、みんなでやろう。弟くんもやられとる。え、弟くんいる？どこ？やられとるよ。ほら。待って、これビーンの里にさ、ナオくんも弟くんもいんの？行くぞ行くぞ、やるぞやるぞやるぞ。こいつ強そう、斧強そう、斧強そう。こいくらわんようにね。多分今シラスにヘイトが向いてるから、後ろから俺らでやるぞ。やれ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 、ナイスナイスナイス。よし、いいよ。回復がないもんね。これさ、エリア広くない？こっちこっち。武器落ちてそう。あ、ここのワールドのボスだ。チェーンソー手に入るんじゃね、これ。倒したら次のボス戦がやってくるのか。ボスだ。やるぞやるぞやるぞ。レアチャーレアチャーレアチャー。
リアちゃん逃げろ逃げろ、死ぬぞ死ぬぞ死ぬぞ。チェーンソーで攻撃あった後、はいはい、下がる。はい、2回攻撃じゃない。しか狙ってない。うん、確かに。レアちゃんのことが好きみたい、ほら。ねえ。頑張れ頑張れ。レアちゃん逃げ続けて。ほら、レアちゃんしか追っかけないんだけど。え、俺らには見向きもしないよ、ほら。女の子が好きなんだろうね、多分ね。男だ、ピンのお父さんの子、多分。うん、そうだね。野郎には興味がない、そうなんだよね。もう全然興味ない、もう俺ら野郎でもやるぞ。レアちゃんお前逃げ続けろ、ずっと。ストーカーされとるやん。さ、やれるやれる、あとちょっとで。殴る殴る、はいです。なんやねん、こいつ。レアちゃんストーカーしただけやねんか、これ。なあ。え、なんか手に入った、みんな。何も。え、なんもないの？こんだけ、え、これ倒したのに？まあ、多分だけど、これ好きなところから回って、全ボス撃破したら、解放されるんだろうね、いろいろね。道が。左下のアイコン。あー。なんかアイテム一覧あるわ。隠されたんかな。隠されてるんだと思う。多分それを全部見つけるのが今回のミッションなのかもしんないね。のっちゃーん。まあ、のっちゃん1回目だから問題ない問題ない。話すってある。 TKRB ねえ、 TKRB いるね。 TKRB こっこんこちゃーって。目の前でなんか骨みたいなの見つけたよ、ほら骨。あ、防御力10だってこれ。アーマーアーマーなんか持っとる。何これ。何。お、いつの間に入手してんのそれ。なんか思っとった。え、何これ。いいね、みんな防御力上がってきた。いい、これスタミナがえぐい。うわ、これ重くなるからさ、走れなくなるんだ。なるほどね、これはめんどくさい。ちょっと待って。何。この装備めっちゃスタミナ増える、すごい。逆に俺らは多分あれだよこれ。タヌキシーどういう性能なの、防御力的には。防御力1だけ。ほら、防御力1しかないけどスタミナが増えるみたいな感じだね。だからどのアイテムを使うかによって変わる。だから俺ら多分タンクみたいな役割なんだこれ。もうこれさ、アップグレードしてもいい気がしてきたな。ロボットアームアップグレードするのありかもね。ワンチャンこの防具もアップグレードできるかもしれないから、ちょ、アップグレードしちゃおっか。結構お金溜まってるし。こちら皆さん、はい、15エッセンスでアップグレー、はい、アップグレーアップグレー、225エッセンスでエンチャントみたいなのができるっぽい。爆発つけたりとか。はあ、なるほどね。すごいな、このゲーム。リリコの150のやつを買ってくれ。どれ。あー、これか。期間限定のやつね。これ150で買えんの。この闇の戦士だってアーバーセット。ちょ、買うか、せっかくだから。うん。買った買った。はい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 。はい。おい、見て、レアチどう？俺のこの課金限定アーマー。見づらくなったな。俺らもできた。は？え、なんで。え、俺の150ロバックスで全員装備できる。え、本当や、全員やる。なんで、意味わからんやんなあ。すごい。まあ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 、まあ、良心的なのか。あとみんな普通に走れるぞこれ。スタミナいいじゃん。よし、行こう行こう行こう。ね、東京グールに出てきそうだよね。可愛くない。いいレアチ、勝つたびにはね、可愛さとかいらないんですよ。じゃあ次に正面行ってみない。みんなこっち、右と正面と左があって、正面行ってみよっか。ほら、カエルがいる、カエル。なんかタイムマシーンみたいなやつあんね。え？ん？割れ目？あれ？え？あと敵敵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 敵。レアちゃんなんて？なんか普通に今バス出てきたじゃん。ゲットザマルチバーストラベリングフラグメントフロブザクラッシュシップ。シップを壊せっつってるよ。足りない材料がある。あ、船のね。ね、それを集めるってことね。よし、みんな行こう。です。さあ、武器強化したから強いですよ。こちら側に進んで、はい、ヒーリングオーブはちゃんと回収。うわ、絶対ここボスじゃね？はい、エッセンスは落ちてるね。ま、アーマー買ってるからな、俺らな。負けねえよな。で、エナジーフィスト。何？ウォリアーがどうちゃらこうちゃらつってる。あ、湧いてくるんだ。ほら、敵がいっぱい湧いてくる、湧いてくる。湧いてくる骸骨をやるんだ、殲滅するんだ。まあ、5人で行ったらな、余裕だな。こっちからも来てる、こっちからも来てる、ほら。OK、はい。一発で倒せるよ。守らんといかんねや。タワーディフェンス、タワーディフェンス、これ、いわば。です。はい、エナジーフィスト。これ、武器じゃない？来たー。ダメージ1、ノックバック0。これだから、チャージ系だ。ほら、溜めて溜めて、かっこいい。
通常パンチだと1しか入らないけど、ため攻撃でいっぱい入るんだ。ん？ん？ん？どうした？あ！見つけた？見つけた。さあ、いたらしいですね。これボス戦だ、ボス戦だ、ボス戦だ。早速食べそうぜ。ため攻撃で。ドーン。やべ。そう、ロボットいる、ロボット。はい、ドーン。溜めて、溜めて、ドーン。パチン。倒せる、倒せる、ナイス。よ。ほら、ロボットの頭。ロボットパーツを見つければいいんだ。強くねえか？なんかある？探索して。アイテムある？拾えるアイテムはないな。でも、あれを倒したことによって、もしかしたら最初に戻ったらまた話が進むかもしんないから戻ってみようか。順番がある。そうだね。カエルのとこ戻るありそう。カエルのとこ帰るか。そうそう、帰ろう帰ろう帰ろう。レアちゃん、そこで反応しない。あ、進んだ。あのもう、このシラスのこんなしょうもないギャグで反応しない、じいじいね。シラスが調子に乗るから。もうすぐこういうので笑うんだから、あなた。あ、時間の終わりだって。全然終わっとらんやん。まだまだ続くやん。次行こう。これは降りれないね。どこだこれ。あ、where?あ、正面。バックパックが圧迫もいいよ、レジね。何？あ、気持ち悪い。気持ち悪い。え？あ、なんか、ほら、赤と緑と黄色とピンクのなんかオーブみたいなの出してる。この4つの多分島を攻略してくれみたいなこと言ってんのかな。さあ消えた。なんかかなりボリューミーじゃない。うん、あ、ほら宇宙レトロだって。まだ終わりません。で、どうだろう、折り返しなんかな、これで。はい、昔ながらのロブロックスやってきた。ビアードストリクトラットっぽい雰囲気だよね。昔ながらのヌーブ君がいっぱいいるんで、ちょ、探索できるとこ探索していこっか。アイテムなんかあるかもしれない。ほら、ハロー映ってる。私はすごく頭がいいからだとか言ってるけどね。だからみんなアイテム拾う前に見つけたら教えてよ。あ、待って、 7-9 とか出てきたよ、みんな。え、なに、6-54、はい、8-7-56、はい、8-15。あれ、タルキシ、これ解ける問題。何この米マーク。6米3なんやけど、どういうこと。マジか、お前って。かけるだって。そう、かける。待って、やばいぞ。俺、シラスのっちゃんしかまともなのいねえぞ。レアちゃんとタルキシ、ここら辺勉強してねえからわかんねえぞ。答えられた。えらいえらいえらい。さすがに余裕。舐められたもんや。え？え？何、いきなり。何した何した、誰が何した今。え？こいつだこいつだこいつだ、このヌーブ君だ。でもこのヌーブ君の今顔がおかしかった。赤い矢印に添えだって。こっちこっちこっち、行くよ。さあ、ボボ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 。なんか逃げてきたね。ヌーブ君逃げてきたよ。じゃあ絶対この先じゃん。ほら、フェスティバル、お祭りがやってるっぽい、この先。剣だ。そうだ、絶対剣の方がいい決まってんじゃん、こんなの。ほら、ノックバック100だよ。どう考えても剣でしょ、こんなのね。行っていい？行くよ。着いた。戦い始まるんちゃいますか。ほら、お祭りしてる。踊ってるよ、ヌーブくんたちが。え、これ切れたりしないのかな。切れない切れない。あ、来た。なに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 。多分これ下じゃない。いやー、遅いぞ。いきなりいきなり来るかい。びっくりした。やれやれやれ。あ、え、え、え、俺画面暗くなった。たぬきしは同じ同じ。え、なに、どういうこと。あ、え、なに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 、始まったって。なんか捕まった。こんがこんが、なんかダンスが始まったね。召喚してる？悪魔を召喚してるんじゃない？あ！え？生贄かなんか？そうだね。え？何この世界観？またいるやん、TKR に。キモ。とりあえず、あ、来た！あ、来た！びっくりした！これみんな、歯だ！歯！歯！歯！ここ、ここ、俺んとこ、ほら。敵敵敵敵敵。なんか来た、なんか来た。やれやれやれ。強い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 。俺回復する回復する。オッケー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 。見つけ出せみたいなこと言ってるから、とりあえず全員ついてきて、俺に。よし、やれやれやれ。俺先頭ね、先頭ね。一旦こっちに道なりに進んでいこう。敵敵敵敵敵やる敵やる敵やろ。ナイスナイスナイス。こっち行こうこっち行こう。これが出口らしい。
ほら、リージェネレーションオーブだね。ちょっと動画止まれる？ちょっと見よっか。なんかね、オーブがいっぱいあるっぽいですね。ライフオーブ。再生の球体。多分これ死んでも回復すんじゃね？リージェネレーションオーブ。このさ、歯のところが見づれえわ。ところどころ心拍数みたいな。そうそう、多分そこに向かえってことやと思うね、多分。目壊した、目壊した。うわ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 、何これ。うわ。キモ。ついたぞ。明らかここじゃん。でもここ、ほら、心臓、心臓、心臓。壊した、壊した、壊した。これ全部壊すのか。そうだと思う。敵も攻めしよう。いや、もう剣とか使わんと無理やな、これは。のっちゃ、のっちゃ、それやる、そのおかやる、そのおかやる。よし、オッケー。ほら、どこかのドアがオープンしたらって。これで多分別エリア行けるようになるんだ。いた敵は攻めしよう。あ、待って。ここさ、バクテリアブレードってやつある。ここ、俺んとこ。俺の裏、ここ、宝箱があって、バクテリアブレードってに入った。装備してみるか。絶対強いじゃん。強っ！ダメージ5。ダメージ5、ノックバック300で。やばない？でっか。シートやって。もうこれでいいじゃん、もう。バクテリアブレードだけでいけるやん。多分これ、最強の武器なんじゃない？おそらくこっちじゃない？クソ見づれえけどね、バクテリアブレード。ほら、エグジットが開いてる。ほら。閉められた。なんかいる、なんかいる、なんかいる。アリ？こいつ何者なん？このティーカップみたいなやつ。動いた、動いた、動いた。やれ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 。やれ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 。強い強い強い。強すぎ。強シートやん。あ、ショートカットなんてねえだって。脱出口なんてねえよってことなんだな。ちゃんとなんか進めってことだね。じゃあまたこの心臓マークの、ほら、あった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 。壊せよ壊せよ壊せ壊せ。ナイスナイスナイス。ここさ、さっきさ、バクテリアブレードがあったってことはさ、このエリアにも武器あんじゃね？人生に近道はない。だから地道にやってけってことだね。ヒーリングオーブ。もうこれ以上はないのか。オッケー。じゃあ進んでいこうか。ほら、また新しい心臓のやつが出てきた。もうさ、みんなの剣がでかすぎてさ、見えないんよ、ほんとに。よし、やれ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 、敵やる敵やる敵やる。オッケーオッケーオッケー。はい、これもやる。よし、オッケー。おそらくみんなこっち。あった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 。壊すぞ壊すぞ壊すぞ。回復ないとヒーリングオーブ取っていいよ。壊す。壊した壊した壊した。Go to the boss だって、ボスルームに行けだって。リリ、これ。何？これこれ、あ、宝じゃん。ほら、バクテリアリギースとか手に入れたね。ちょっとせっかくだから装備します。なんかさ、動いてんだけどねえ、なんかうねうねしてるんよこの服。マジで美味しそう、美味しそう。まあまあ、行こうか、行こう行こう。はい、ということで皆さん、ボス部屋が開いたみたいなので行こうか。お腹空いてんのって、これが美味しそう。さあ、ボス部屋までの扉が開かれたということなので行きましょうか。じゃあ、敵敵敵敵敵敵、これ敵だよこれ、敵だよこれ。ナイス。正面じゃね、こっちじゃね、みんなこっち。どこここ、タルキシ普通にホラー嫌いだけどやれてるな今んとこな。余裕やな。多いね。てか今ホラー要素あんまない気がする。最初でもアクションゲームだね、完全に。もうね、最初クソ怖かったのにね、アクションゲームになったね。いいよいいよ。いた、敵攻めしよう。ポイント貯めてアップグレするぞ、体験を。オーブ集める、はい。ダメージブーストオーブだって。よし。アップグレしようぜ。いや、高。まあ、1はアップグレできた。よし。俺はいけるぞ、いつでも。ちょっと待って、みんな、その前にさ、俺、オーブ使っていい？ほら、ダメージブーストオーブとかあるから、これ使うわ。見て、オーラまとったって。ほんまや！シラスオーラめっちゃ金食べてたからさ、体型にオーラまとってる。よし、行こう。うわ、明らかボス戦。これさ、ヌーブくんたちが集まるんじゃね、一つに。ありそうじゃない？ほら。ほら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 。気持ち悪い。え、これ無理そう。集合体恐怖症無理そう。行くぞー、行けー、強くね。タルキシー、まあ、ジャンプで受ける。ジャンプ。でも回復する。いいよいいよ。やれ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 。攻撃的な動きするぞするぞ。待って、攻撃変わった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 。ダッシュだったダッシュだったダッシュだった。何やこいつ何やこいつ。いや、暴走してるって。
やばいやばいやばい、早い早い早い。何こいつ。いけ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 。よし、減らしてる減らしてる減らしてる。波の攻撃くぞ、波の攻撃。ジャンプで受けろ、ジャンプで受けろ。さあ、あとちょっとあとちょっと、クラウチングスタート始まった。よし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 、いや、あとちょっとあとちょっとやれる、ナイスー、うん、やったか。オッケー、パチパチパチ。え、もう脳みそむき出しやん。多分これの本体なのかな、多分。そもそもなんかさ、体の中に入ってそうな雰囲気だもんね。何？おーい、第二形態じゃん。うわ、やるぞ。やばいやば、すごい、やばいやばいやばい。なんかビーム打ってくる、ビーム打ってくる。気をつけろ気をつけろ。一発ずつ与えていこう。いや、いや、行くぞ行くぞ行くぞ。やったかとか言うから、そう、俺がさ、やっちゃったわ。この星をコントロールしてる人だって。フルーツフェイスだ。俺が絶対言っちゃいけない金庫言っちゃったんだね。フラグ立てよって。そう、フラグ立ててしまったね。やばいやばいやばい。とりあえずオーブ使った、オーブ使った。ここら辺の攻撃変わってないね。今は多分攻撃当たらんな。よしよし、いいよ。あとちょっとやれやれ、畳みかけろ。え、回復している間に本体本体本体ロコ本体ロコ本体ロコ。たまたま。やれ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 、こっち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 。嘘でしょ、全開した全開した。のっちゃん、やばいわこいつ。よし、与えろ与えろ与えろ、畳みかけろ畳みかけろ、今今今今。誰がやられた、知らせー。よし、今今、本体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 。いけるいけるいける、いける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 。ナイスー、来た。やったかーって。いいんだな、また伏線張って。あ、頭取る。何？あ、え？え？おい、TKRB がラスボスみたいにやってんじゃん。え？何何何？移植せんよな。黒幕みたいになってるよな。どういうこと？え？ユニバースカラー。次のワールド来たね、みんな。行くよ。助けてくれたってこと？はい。うわ、カラフル。さあ、カラフルワールドじゃない？え、ね、なんかスポンジボブみたいなさ、世界観に来たね。暗くなってるよ、大丈夫？あ、白黒の世界になってる。色が失われていってるね。あなたの真実を明らかにしろ。テルキだ、テルキ。消えた。地元の人と話そうだって。こいつこいつこいつ。なんて言ってるかわかんないけどね。お留守番の顔してるって。これ、お留守番の顔かこれ。フォローザ・ダークネス・トレイル。ダークネス・トレイルを多分、終えだから、どこ？こっち？暗くなってる方に行けばいいのかな？さあ皆さん、まだまだ終わりません。ほら、こいつはほら、撮影してる。なんかこれこそ秘密のお留守番いそうだね、これはね。これおるやん、明らかいるよね。多分色が失われていくみたいな世界観なんですかね。ほら、こっち側とかさ、全部この公園白黒になってるもん。スニークイントゥなんちゃらほ、あ、このあの中に入れっつってる。こっそり入るんじゃない、スニーキングだから。バレないように入るよ。いくよ。あ、音楽消えた。色が失われていってるのは市長の仕業だと言ってますって。なるほど。あの市長が何かやってるってことか。ここの本はさ、でも全部あるけどね、色が。これさ、謎解きじゃん、謎解き。順番があんだよ、これ。赤黄色みたいな順番。いつまでも真実を隠せると思うなよって言ってるって。なるほど。これトイレになんかあったりすんのかな？ちょっと見てみようぜ。ここも特にこれと言ってなさそうだね。おそらくこれがラスボスなのかな、次。でもこの市長を倒すことによって、すべて肩がつくのでしょうか。ノットの防御力がえぐい？え、なになになに、どういうこと？え、これトイレ装備じゃん。え、どこで手に入れた？トイレ装備。え、ちょ、教えて教えて。こっち？あ、ここ入れるんや。ほら、バスルームの残り物ってやつある。防御6。バケモンじゃん。
ちょっと装備変えるか。よし、行こう。トイレ最強じゃん。やばい、見た目が。そう、見た目最悪だけどね。かわいいって。上で、多分謎解きせんといかんのやと思う。で、本のところの謎を解かないといけないんだと思う。鍵？なんかある？ストップを押せ。はい。あー、こういう系ね。はい、オッケー、ナイスナイス。なんか書いてる。ほら、ほら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 。オーダー、レフトトゥーライト。だこれ、順番通りにやればいいんじゃない？これどういうことかわかる？動画班。ちょっと一回やる前に謎解きましょうよ、これ。赤と青といっぱいあるので、ここをしっかりと解いていかないといけない。だからまだやらないでね。だから左から右へってことか。で、問題は、この線の数だよね。一回俺やってみていい？赤、ピンク、緑、青、黄色、ラストが紫。なんか動いた、ほら！行くぞ、5人。多分ここら辺、絶対ボスだぞ、これ。謎を解き、バクテリアブレードうるさいよね。なんかずっとね。え、暗っ。さあ、来た。そう、ネチャネチャしてるよね。アナザーウェイアウトオブザダンジョン。このダンジョンを攻略しろだって。いるぞ、いるぞ、いるぞ、いるぞ。ほら、新しい敵。よし、やれ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 。よし、ナイス。なんかさ、魔法みたいなの使ってくるやついる。全く新しい敵だね。ちゃんと探索してさ、武器とかアイテム探してこう、絶対ここに新しい武器あるはずだよ。ほら、話しかけられる。枝豆みたいなやつ。話すだけで多分いろいろ、多分進めるようになると思うから。一回ストレージ行こう、ストレージ。貯蔵庫。ここなんか絶対武器ある、ほら。やれ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 。ナイス。オッケー、オーブ取ろう、オーブ取ろう。ナイス。なんか落ちてる？絶対バクテリアブレードを超える武器があるはずだよ、このエリアに。最近やったホラーゲームの中でも、かなりボリューミー。長い。長いよね。あ、ぬいぐるみ動物レギンスだって、ここ。防御3。まあ、こっちつけとくか。せっかくだからね。課金の上位互換。そうなのか。待って待って、こいつ倒そう、こいつ倒そう。こっちさ、あれなんだよね。ボスマークついてるから行かない方がいいんじゃない？向こうは向こうでなんかあるぞ。ほら、ヘルプって書いてない？もうちょっと探索してから行こう、ボス。ボスは後回しでいいんじゃないか。わかんねえな。ダンジョン入り組みすぎてるね。あ、ここ降りれるよ。インタラクション調べれる。ほら、ここほら、謎解きだ、絶対。赤とか変えれるもん、これ。4つの赤、黄色とかの色を変えれたりできるっぽい。これ、謎解き、謎解き。これ解いたら、なんか例えば、限定武器手にやったりするんじゃね？敵いっぱいいるね。やる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 。なんかありそうだな。ナイス。あ、待って。絶対なんかある、ここ。あー、びっくりしたー。敵かいな。宝箱あったよ。どこ？どこやろ、ここ。あ、お、シラスたちおった。ここ、ここ。お、なんでしょう。見ていくか。バカ。ぬいぐるみ動物の頭。俺やって。しかもさ、これつけた先生、俺ハゲてるんよね。ほら。俺のハゲがバレてる。もろ見えなんすよ。ね、着ぐるみじゃないんすよ、これ。どこだ？あ、出口はあるぞ。でもさ、ボス倒した方がいいよね。あ、ここにもあるよ。ほら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 。別のところにもボタンを押す箇所ある。どういう意味なんだろう。あ、話しかけられる。おい、この武器もらえるんじゃね？リリー、答えがあったぞって。どこ？ちょっと待ってね。今、プレイヤーに話しかけてる。ほら、初心者ティーポット宝箱、ヘルメット、レギンス。ティーポット8だって。防御力15。やば！強！これは？ってどれ？これ？絶対これじゃん。これ武器手に入るわ。赤、紫。その場にいるから撃てるようだって。でさ、別の箇所にもあったんだよね。他にもあんじゃね？探せば。開いた、開いた、開いた。開いた。うん。なんか、すごい装備が。すごい！めっちゃ強そうな装備手に入った。防御3。あんまりだったね。ティーポットの方が十分強いっていう。ちなみにだけど多分武器はあと3種類ぐらいありそうな感じだよ。防具のところ全部埋まったじゃん。武器まだあと3つ分ぐらい埋まってないよ。ってことは絶対見逃してるってことだよね、武器ね。じゃあ、動画班行くか、ボス。ドクロマーク行きますか。おそらくラスボス的な感じなのかな、場所的に。ほい。
絶対ボスだ。ヘイとか言ってる。あ、やられたわ。おっと、抜け出せるよこんなとこからって言ってるの。あ、やっと抜け出せるよこんなとこからと思ったら捕まったんだ。はい、やるよー。いや絶対強い。やばいやばいやばい。よし、やれ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 。コンシューマーオブデッドだって。よし、もうゴリ押そう、ゴリ押そう。いけるよいけるよいけるよ。やられた誰か。待って、こいつさ攻撃力やばい。ほら結構減らされる。のっちゃん逃げて、のっちゃん逃げて。今のっちゃんにヘイトが集まってる。のっちゃんは逃げ続けろ。ジャンプで俺がやる俺がやる俺がやる。その間に俺らでやるぞ、俺らで。オッケー、ナイス。のっちゃーん、次自分だわ。そうだね、タルキシだね次。よし、この間に俺らでやる。後ろから逃げろ逃げろ、タルキシお前逃げろ逃げろ逃げろ。その間俺らで攻撃する。やれ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 、ナイス。はい、ゴリ押し。エスケープザダンジョン、このダンジョンから逃げ出せだって。さあ、あとは目の前の脱出をするのみということになりました。1時間半ぐらいやってる、ノンストップで。別にぐだることもなく1時間半だよ。え、まだいるやん。こいつも敵なんか、中ボス的なやつだ。まあまあ、さっきのボスに比べたら余裕ですよ。やばいやばい。エス、こっちなんかあるよ。なんもねえか。いや、なんかあるなんかあるなんかある。ほら、出口とは関係なしにまたなんかダンジョンみたいなやつあるよ、こっち。隠し通路だね。くんら。なこれ、話しかけられるじゃん。 TKRB? なんだこれ、エンディング変わったりすんのかな、これやることで。なんかレバー避けた。あーあ、オッケーオッケー、ここにあったんだね。どっちにしても脱出できなかったんかな。じゃあボスを倒してここが開かれた可能性もあるよね、普通にね。どっかの本棚が動いた。ってことはさ、まだ脱出しちゃダメってこと?じゃあ、本棚?もうここじゃね?行こう行こう、もう行こ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 う。あ、出た。あ、出て、ここから本棚に向かうとか?さあ、まだまだいますよ。次行くよ、次。こいつは敵だ。ほら、白黒の敵。行くぜ。よし。疲れた市民の頭だって。あ、なんかオーブある、オーブある、オーブある。オッケー、ダークネスオーブ。さあ、ここ落ちないように。ここ落ちたらめんどくせえぞ。ちょっとオービーみたいになってるからね。おーい、たぬきちー。まあ、な、落ちとんねんお前。だからさ、落ちるなっつって落ちるよね、あなたね。めっちゃインベントリー見よったねえ。油断するから 4,5 時間ぐらいかけてクリアするやつなのかな。すごいね、面白い。やりごたえあってめっちゃ面白い。そうだね、もうこれのっちゃんみたいに普通の剣使った方が強い説出てきたな。バクテリアブレードなんか重いもんね、一発一発の攻撃がね。ライトボスボールズウィズファイアートゥエンターザボスルーム。ボスルームに入りなさい。そう、DPS は高いよね。やったやった。こっちで、あ、また豆さんいるよ、豆さん。気持ち悪い。何が?はいはい。これね。顔がなんかちょくちょく黒と白になりますね。ハッピーエンディングって。あ、この二人ね。でもこれバッチだ、バッチ。二人で仲良く死のうぜ、みたいなハッピーエンディングを迎えようとしてるってことか。ただ、我々はそういうわけにはいきません。多分、あの、目の前のあの、火が灯ってるとこだと思う。あそこ行こう。よし、いいぞ。ボスルームって言ってるのがちょっと気になるよね。はい、火つけて。火つけたから何って感じなんだけど。奥にもまだ炎ない。これ、ほら、めちゃめちゃ遠いところ。次、あっちの方に向かわないといけないんだ。ピラミッドの、外側?ピラミッドの反対側に行かないといけないんだね。よし、行くぞ。これさ、ピラミッド側から行けたりする?行けそうな雰囲気だね。危ない。行けないだって、行けないだって、危な。危ない、今、ドキュンってなったよ。危な。絶対こっちじゃん。さっきの炎で一つついたんか。ね。ショップでどうする？今の武器のレベル上げる?ミリ、魅惑。あ、確かに。魅惑つけ、使う。略奪1。何も買えなくなりました。エンチャントつけたよ、俺。で、おそらくだけど、4人集まってください、ここ。今、片方の明かりを灯しましたと。今から向こうに行って、もう片方の明かりを灯す。そしたら、このピラミッドが行ける。ラスボスだ。いいな、ラストスパート。さすがにこれラスボスだと思うよ。待ってるわ、じゃねえ。ふざけんな、お前、ほら。全員行くやん、ほら、全員で。待って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 、4人見て、この先。ほら。え、これ武器じゃない?
なんかマスター、見えるな。ね、マスターソードみたいなさ、ゼルダで言う。ジャンプだよ、ここジャンプだよ、落ちないでね。なんて言ってるかわかんないけど、くれるんじゃねこの剣。絶対一番強いじゃん。うわー、来た！ボス戦だ、ボス戦。倒したら武器くれるのか。よし、やり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 。まあ、俺にヘイト向いてる、俺にヘイト向いてる。よせー！あれ、武器は？期待だけさせといてさ、武器ないっていうね。舐められたわ。舐められたもんだな。条件があったのかもね。全武器入手したらもらえるとかね。あったのかもしんないですね。あとは多分それやるだけで、灯すだけだよ。たぬきちくん、早いよ、あなた。あなた一人だけ先行こうとしたね、あなたね。灯すよ、はい。まあ、これであとピラミッドのところに行けば、入れるとは思うが、どうでしょうか。さあ、ラスト頑張りましょう。なに？おーい、誰が落ちた？あいつバカすぎやろ、油断しすぎやろ。先行くからってね。全員で行けばいいのにね。あれ、知らずもう終わった、もしかしたらあいつ。残機終わり？復活不可能ってことあれ。おるおる、あそこおる。いる？あ、あそこからなんだ。うん、どこ？あ、いたいたいた。あいつあそこからなんだ。まあ、でも多分だけど行けると思うよ。勝手にテレポートすんじゃね、俺らが行けば。はい、来た、行こう。ほら、入った。うわ。なんだ？やばそう。武器？これ。なになになに、わかんないわかんない。あ、白黒から色塗ろうとしたら、こいつが市長だ、市長。黒幕だ、黒幕。ひげ、自分だけ色つけた、ね、自分だけ色つけたね。マリオのやつに出てきそう。まあ、こんなキャラいるもんね、普通に。あ、座ったぞ、玉座に。ひげ餃子って、まあ、それ言われるとそうしか見えんくなるよ。あ、おい、左右見て、石像が動き出した。ほら、おい、あるよな、本家のダークソウルとかにもさ、こういうの。おい、みんな、これ2つで分かれてやった方がいい。これ兄弟兄弟、この2人ともボス。やれ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 。よし、キール、うまく避けろ、うまく避けろ。よし、やれるぞ。ネス、後ろ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 。まだ終わってないよ、まだ終わってないよ。背中に回れ、背中、背中に回ると食らうぞ。はい、ドーン、はい、ドーン。うわ、うまーい感じでやってますね。よしよし、いいぞいいぞ。タヌキチロさ、その武器強いの、ちゃんと。いや、違うやって。ほんと？間違えて2回強化してしまった。ああ、なるほどね。終わりか？終わりじゃないよねー。コラプテッドメイヤーオブダークネス、ラスボスですよ。うん、BGM 超かっこいいね。チレペチレ、いくぞいくぞ。ほら、剣かなんか撃ってくる。ほら、ちょ、やば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 い、かっこよ、かっこよくね、こいつ。ドラゴンになった、ドラゴンになった。あ、剣剣、ほら、ダークレス剣、ダークレス剣。切るぞ切るぞ切るぞ、切ってる切ってる切ってる。よっせー、どうだ。いや、やったかーって。また伏線はんなって。あ、また来た。もう TKRB どこにでもいるね、こいつね。この戦いが終わったら寝るんだ。あー、これのっちゃんね、これのっちゃんね。さあ、じゃあ、ドガハン、次ワールドかな。うん、あ、最初のところだ。終わったんじゃね、これ。ほら、コングラチュレーションとか言ってるよ、おめでとうって。ほら、2つ手に入れた。うん、え、なんで上視点になった、みんな急にね。え、なに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 、怖い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 、なにこの視点。何、え、なんかさ、映画のさ、エピソード1の終了みたいな感じじゃない、続編に続くみたいな。次に続くっていう。続くだー。もうで、これ確かさ、最初さ、4つのオーブみたいなのあったやん。で、そのうちの、まあ、二つを手に入れたから、第2章で残りの二つが解放されるみたいな感じじゃない？はい、ということでした。どうでしたか、たぬきちさん。まあ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 、全然余裕。余裕だし、なんか普通に面白かった。クオリティ的にも悪くない気がした。うん。直近やったホラーゲームの中でも、かなりいいゲームだと思う。長かったけど、普通にクオリティは高かった。っていう感じ。だから本当に最初に言ったリッキーラットみたいな。あの感じの雰囲気感だったので、よければ皆さんやってみてください。多分俺ら5人でやったからよかったけど、これ多分ソロ攻略とかってなると
難易度多分激上がりすると思う。敵が全員向かってくるからっていう形ですね。はい、よければ仲のいい友達と一緒にクレイジーな世界の冒険に出かけてみてください。はい、お疲れ様でした。